今日のお相手は田村真由です。はい、柿はるかです。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、私たち初めて2人でやるの。2人初めてな気がする、ね、なんで初めてなの。確かに、やっぱここでまで撮ってたんで。あ、ここまでね。そう、ここまで撮っといた。今日っていう日まで撮ってた。国民の旦那すごい、なんか大きなもの。違う、国民のじゃない、セーラーの。え、違う、私のだからそうだ、そう、もう公言してるから。いや、私カッキーも私のことをお嫁さんだって言ってるから。え、ねえ、うん、ほら、もう言わされてる感すごいけど、いや、もうね、夫婦だから。そう、夫婦だから。はい、あ、結婚しよう。結婚するちゃん、僕は可愛い僕だけの君を世界一愛してる。結婚しよう。やばい、すごい、見てたかもしれない。え、どうやお願いします。ちょっと待って、ずるいずるい。だって可愛いとか言われた。可愛い、甘えたね。なんで私たちの、あ、少し騒いになっちゃった。あ、次行こう、次。おいしい、おいしい、よかった、おいしい。かわいい。好きなもの食べてる女の子がね、一番かわいいね。モテる人の言い方だよね、本当にね。いや、一番かわいいから、本当に。本当に、そう、かわいい。みんな言える、こんなこと。見習え。みんなさ、例えば好きな女の子によ、うん、やっぱり好きなもの食べてる女の子って一番可愛いよねってみんな言えます。いや、言いなよ。すごいよね。イケボで告白。あ、好き。いいね。カッキーにやってもらいたい。カッキーにやってもらいたい。それもそれ見たい。これはカッキーにやってもやってもらいたくて書きました。いいね、いいね。カッキー、まあカッキーやね、何をしてもかっこいいから。私とカッキーがな、うん、あの一時期ハマってたさ、うん、面白い女。何に対しても言ってたよ。なんかやったら面白い女ってずっと言ってんの。へえ、面白い女。それで全部片付けるっていう遊びが一時期私とカッキーで流行ってて。そうなんです。みんなもぜひね、うん、気が向いたら使ってみて。ご指名ナンバーワン、カキハレカ。はぁー、カキー愛してる。はぁー、カキです。合ってるかな。合ってる、合ってる。やったー。さあ、ここ、でも私、いるんで、ここに。さあ、いないんだよな。ゆりちゃんもいるし。私いる。ほら、結婚指輪つけてる。レイカも私いない。結婚指輪つけてる私がいるんだ。カキと年越したのに。ね、一緒に年越したのに。片付けてきますわ。いってらっしゃい。少々少々お待ちを。お待ちくださいまし。じゃあどうしよう、私何してればいい。失礼、前を失礼いたします。目の前を横断してったよ。わぁ、面白い女。うん、食べたね。失礼します。うん、うん、おいしい。ちょっと映っちゃった。あ、これもまた 4K だ。大好きでちゃん。いいね。かわいいでしょ、ほんとに。かわいい。うちの子たち。うちの子たちだった。うちの子たちなのよ。かわいいね。かわいかった。大好き。これね、撮ってもらったんだよね、終わった後に。あ、そうなのよ。だっていい、ね、あのカキかわいくない。かわいい。ちょっとカッキーだけさ、高いね。眉毛ちょっとちっちゃいからさ、さやかとやくぼちゃんだからさ。そっかそっか、私たちなんだ。身長差がね。え、待って。眉、渡す、さやか。あ、並んでますよ、これで。並んでますよ。いいじゃないですか。
まあまあまあ、まあ、雨なんてね、まあ濡れたところでね、うん、風邪ひくかひかないかはね、うん、もう分かんないですから。まあでもその時によるよね。それで風邪ひいたら面白いなって、面白い女あ、傘差さずに走って風邪ひいて面白い女なるくらいかなやべ、くしゃみ出た、面白い女ありがとうございます謎見てる、やっやたむらさんに質問です、うん、メンバーをよくたぶらかしてるイケメン柿遥さんですが、田村さんから見てそれは有罪ですか無罪ですか？有罪です早っ、裁かれた。有罪ですギルティギルティ、わあギルティな人間だったか、嬉しい。あなたはギルティです、嬉しい、もうギルティって言葉に言って喜んじゃダメだから、かっこいいとか思ってるでしょ思ってる、いやギルティ背負って生きるのかっこいいと思っちゃったお見立て会の時の田村真由ちゃん、最年長の田村真由です。いきます。ガッドオブゼー真由タン。僕が一番好きなのはかけさんです。いいコメントだ今の。いや一番ってね、はかないからね。一番なんてすぐ変わっちゃうんだよ。確かにオンリーワンじゃないの、ナンバーワンってことでしょ。そう、ナンバーワンじゃない、私はオンリーワンになりたい。私もオンリーワンになりたい。みんなナンバーワンじゃなくてさ、うん、オンリーワンって言ってよ。僕には君だけだよって、君しか見えないって言って。そうナンバーワンも嬉しいよ。嬉しい、もちろん嬉しい、もちろん嬉しい、嬉しいけど、ナンバーワンってやっぱ移り変わるものじゃん。そう、替えが利かない存在になりたいの。そういうこと。ウルタン選手権、じゃあ私からいきます。はい、おーおー、さすがウルタン出てきますもん、ね、そうなんですよ、やらせていただいてます。さあどうぞすごいこうやってやってるじゃん、なんかみんなやってるけど、6月って言ったらやっぱりこれが一番じゃない、まっさら発売しましたね、まっさら、はい、6月7日に、うんうん、牡蠣のまっさらがね発売されまして、発売されまして、まあ、さっきも聞きましたけど、まあ、もちろん皆さんも買っていると、買ってるんじゃないですかね、どうなんですかね、買っていると、ありがとうございます、どうもありがとうございます、買ってくださった方ありがとうございますこれは一体何のポーズなんだろうか何のポーズ分かんない、飛んでんの、カツキがこんなダメだよ、こんなプライベートなところまで、あらプライベティー、そう見せちゃいけないところだよあれは危ない危ない、あのまっさらにカッキーにメッセージ書いてもらったから、書いた、あのあいあいがさ、カッキーが率先して書いてくれた、あそう書いちゃった愛を、愛書いちゃった、同期の田村真由ちゃんっていうメンバーがいるんですけど、その子がすごい楽屋でミニ寸劇みたいなのをよくやってくれるんですよなんだろう、サッカー部の挨拶の仕方とかそういうやつです、あの野球部の喋り方とかそういうあのちょっとあるあるシリーズみたいなのをよくやってくるあっという間でしたね、あっという間でしたね、楽しかった、私の配信楽しかった
本当？うん。オンリーワン？オンリーワン。オンリーワン。いや嬉しかったな。ね、なんか、うん、久々にこんなはしゃいでる。はしゃいでる？うん、やった。私もはしゃいでる。なんか楽しいね、カキとの配信。ね。なんかもっとやらせてほしいです。やらせてください。カキとの配信。なんかどこかでまた。ね。もうリラックス、完全リラックスしちゃう。この2人のね、面白い女が面白い女たちが面白い女たちがあのね、またどこかで配信できるように皆さんもね、はい、願っててください、はい、もっと面白くなって帰ってきます頑張ります